ストライクドッキング、これじゃあ今もです。ガラソです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、2024年に重心化回、するであろう限定キャラを、まあ、チェックしていこう。まあ、予想もしていこう。みたいな回でございます。雑談形式でね。はい。よろしくお願いします。お願いします。そう、案外ね、ちょっと振り返ってなかったなと思って。軽く喋ってるような気がするけどね。うん、軽く喋ってたけど、なんか、細かくはなんかね、振り返れてなかったので、うん、はい、今回はちょっと、細かく、チェックしていきましょう。みたいな回でございます。はい。というなわけで、まあ、まずなんか表があるので、そちらを見ていきましょう。こんな感じです。はい。ということで、こちら表になっております。ちなみにですけど、この表なんですけど、まあ、2015年に実装したキャラは載せてません。2022年に実装されたキャラは載せてません。なぜなら、ほぼ来ないだろうと思ってるからです。うん。はい。まあ、詰まってるんでね。そうだね。はい。で、全部初実装日の年かな、これは。はい、これ初実装日のところをまとめてるっていう感じかな。はい。で、まあ、前提としてなんですけど、2016年の、ロビンフッドが今実装された順では重心が回帰してない中では一番下。一番古いキャラ。一番古いキャラです。で、重心が回した中で、まあ一番最新のやつが、はい、アナスタシアとなっております。過去に類を見ないぐらい広いですね。広いよ。まあ、これなぜ広いのかって話で。うん。まあ、なぜかというと2021年は重心化でアルセーヌが実装されました。まあ、限定キャラが初めて重心化として実装されましたっていう。うん、うん。重心化キャラとして実装されてるっていうので、なんかこの大幅なズレが生じてるわけなんですよね、今のモンスト界は。はい。実装日とだから進化形態のあれが合ってないんだよね。合ってないね。まあそういう時代になったね。新しい進化形態が追加されて、ガチャゲームもそこから追加しようってなっちゃったからね。そうだね。そういうズレが生じてますと。はい、まあてな感じになっております。なのでその、まあ、2021年はもうマジでもう超特殊っていうか、うん、重心化から実装されたからね。けど流れは来てんだよね。おにゃんこぽんと精神は知ってるからね。ね、うん、結構そのサプライズで発表する枠2021年組はと思ったけど、最近ポンポン発表してるんですよね。まあでも何かとそのイベントで発表されたりとか、まあ、おにゃんこぽんとかね、うんうん、まあ生死に関してはそのね、台湾版のあれに何ていうの、旧正月に合わせて、うんうん、なんか、まあ、向こうの逆輸入なんで、それの大型イベントに合わせて実装されたっていう感じなので、まあ結構大きなイベントごとに合わせて、なんか2001年キャラはやっぱ特別枠として重心が返してるイメージ。そう、ね、まあアナスタシアは普通にしちゃったけど、アナスタシアなんかマジでびっくりしたんだよね。さらっとしちゃったけどすごいビビるよね。ビビるよね。そう、アナスタシアはね、もうここ最近では一番びっくりしたところ、まあ皆さんもそうだと思うけどね、うん、早くねって、うん、一番早くねって思ったのはね、もうアナスタシアだと思う。アナスタシアが濃すぎておにゃんこぽん何もびっくりしなかった。まあ確かに、うん、まあ来るよね、来ちゃってる。まあアナスタシア来たなら来るよって感じはした。それはそうよみたいな。はい。で、まあだからこれ表には2020年とか2018年とか2018年とか載ってるけど、ここはほぼ来ないかなと思ってるよね。今年来るのは2021に出たキャラと2016、17あたりなんじゃないかってことが。そう、つまりね、さすがに2020したらおかしなこと言ったけど、まあ、俺確かに少しもそこも重心化紹介ってなるじゃん、話的には。2020とか19、18はまあちょっと早いかなっていう感じね。はい、まあ来年あたりだったら2018あるかもしれないけどね。な感じで2016年でやっぱ一番古いところから触れていきたいかなと思います。まあ、まずは、一番下、ロビンフッドよね。これ来そうだよね、マジで。まさかの重心化回になりそうなやつで一番古いのがロビンフッドだと。うん、うん。まあ、これは僕も驚きですよ。ロビンはね、いつの時代も化けるって言われてる。おお。なぜならば、壁ドンだから。そう、壁ドンあるともうそれだけ強いんだよね。イカレです。最強の事業家なんで。はい、俺はね、9
空中庭園の銃を壊してくれないかなってずっと思ってます。で、天魔はね、やっぱ上から崩す方式だから、多分適正上から出してくるんですよ。うん、思想のなぜか広げないっていう、そう、入り口狭めて上だけ先に楽にしてくんでね。そうでしょう、試練の時もそうでしょう。まあ確かにその気はあるね。はい、なのでそういった感じで俺はロビンフッドしてくるんじゃないかなとは思ってる。まあ絶対来るけどね。まあ絶対的にいる。この2016年パッと見た時にこれは全部する。うんうんうん、さすがに。確かに。で、まあ中でもリラはもうしてるのかな。リラ、ガブ、カムイ、うん、ここはしてるんだね。ここはしてる。だから実質あ3体なんだ。ロビン、ノア、ナイシンゲ、はいはい、この3体。まあしそうだね、この3体はやっぱり。するいよ、うん、これはする。2016はもうね、はい、終わらせます2024年にっていうもうね、面構え。うんうん、ただロビンは周年で重心化したキャラだからね、周年に合わせてくる可能性ある。はいはい、結構その同じタイミングでするってあるからね。そうそうそう、カルマ、あの、守ってくるから、モンストはね、そういうの守ってくるから、ロビンだからそのタイミングかもしれないね。すぐ来てほしいけどね、個人的には。なんかちょっと遠いもんね。なんか遠い気がしちゃうって言ったら10月って言って、え、終わるけど2024年みたいな。そうそう、一番古いのに。そう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 、だから早めてくる可能性はあるかみたいな。うん、うん、でもタイミング的にはね、ナイチンゲールの方がさ近そうなんだよね。わかる、わかるっしょ。こいつあれあるもんね。こっちの方が近そう。イースターバージョンみたいなのあるよ、ね。そう、イースターがあるから。イースターってさ、僕ちょっとカルチャーが根付いてないから分かんないんだけどさ、うん、5月でしょ。ぐらいいいんじゃない？そうだよね。ちょ、イースターのカルチャー分からんけど、うん、ナイチンゲールもさ、その、どうだろうね。今さ、結局求められてるのがさ、こういう限定たちに、空中庭園の適性だと思うんだよね。そうね。大体は。けどやっぱさ、じゃ今出てるキャラたちがみんなさ、適性になるわけじゃないじゃん。なるわけじゃないね。これって。うん、どうなんだろうね。まあ2016年こんな感じで貴族性がやっぱはびこってるね。獣神が開幕で、ナイチンロビアも核でするでしょうね。うん、そうなるとそのさっき言ったその2021年枠からは貴族性こなそうよな。もうすでに生死が一体してるしね。そう、もうすでに貴族性一体しちゃってんのよ。で2021年あとアンドロメダとカノがいるんだけど、木の枠だいぶ潰してるから。こう、この2体はちょっと期待薄かもね。期待薄な気がしてる、個人的には。強そうなんだけどね、カノンとかね。そうだね。性能いいからね、うん、カノンは。ね、カノンとか壁ドンでもロビンと被るしな、とか。まあ、確かに、性能もちょっと被りがちか。ちょっと被りがちになるかもしれないね。枠は、まあ、重力だしね。確かに重力メインだもんね、両方。幻想区ぐらいでも、ね、違うの。うんうん。カノンはもしかしたらするんだったら貫通の方になるかもね。あー、結局ミックスになるよ。そうかもな。確かに確かに。だからそんな感じがしてくる。まあ、でも期待薄から2021年から貴族性枠は。うんうん。まあ、次2017年の6体見ていくか。はいはい、はい、うん、まあね、ここも今年ある。だからここもやりきるかなとは思っちゃってる。まあ、ここも2体もすでに来てるかな。そう、ここで今来てんのがワルプルギス、ミロク、ああミロク、そうミロク、その2体来てるのは、うん、あと残りで言うとトゥーフォーオール、背徳、パンドラ、ノストラなってるかな。そうだね。まあ、注目ならやっぱパンドラなのかな。パンドラはガチ注目だね。まあ、新春だから、間違いなくビッグイベントだろうね。うんうんうん。まあ、7月あたりに今年もモンドリあったら。モンドリ、周年どっちかって感じかな。まあ、モンドリの方が熱いかな。うん、もう約束された重心が回っていう感じがしちゃうね。もうパンドラは。今年期待だよね、パンドラは。もうね、ここでこけたらどうしようもないっていう。やっぱ重心化の時のあれがあるんで。うん。そうなんですよね。あれはかわいそうだった。かわいそうだった、マジで。あの事件だよ、もう。ウリエに踏まれてるから。そう。しょうがない。はい。まあ、てな感じで、パンドラも鉄板よ。けど、周年の話をするとさ。周年。そう、周年キャラね。周年キャラ。うん。あ、ごめん、周年じゃない。新春キャラ。あ、新春キャラね。新春キャラの話をすると、はいはい、まあ、アルセールっていうこともあるで、2021年だし。あ、2021年枠ね。そう。その辺どういう考えなの、ミヤホンは。じゃ俺的には、順当に言ったらさすがにパンドラだと思うよ。はいはいはい。やっぱ下からね、順に古い順からやっていくとは思う。うん。うん。ま、だけど、その、進化の順番的にはアルセールの方も順当なんだよね。去年 X やってるしってことよね。そう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 。順番的には。そう。だけど、さすがにアルセールっていう感じになる気がするけどね。
まあ、パンドラから X の何重心化を突っ飛ばして重心化回になるのかって話かな。そうそう。だってこれアルゼールしたらいよいよネオすることになるよ。まあ、そうなんだよね。うん。そうできる。ネオするんすか意味わからんやん。まあ、やばくなるの確定やん。だから俺はここでなんか宗教をそこの新春の面はそのパンドラとかその古い順にここは一旦戻すと思うんだよね。一旦全員重心化も終わったっていうことなんだ。あーなるほどね。リセット、うん、リセットかかると。リセットかかる。だから2021年枠でアルセーヌが来るっていうことはないかなと思っている。その、うん、ビッグイベントでね、周年キャラ枠として。なるほど。うん。が自然じゃないかな。じゃないとほんと寝送るよ。来年寝送るよ。小春選手は寝送るよってなるじゃん。おかしいな話。はいはいはい。まあ、あとはまあ新獣進化とかの話もあるんで、まあ、今回は話別なんですけど新獣進化は、うん、一旦置いとくんですけど。じゃあ今年はちょっと薄いかな読みなんだ。今年は俺アルセーヌ薄いかなとは思っている。さすがに。うん。なるほど。まあ強いし。まあ確かに。言うてね、影は薄まってるけどね。まあ、接待試合では全然強いやん。じゃあ今年来たらびっくりやな。今年来たら細だね。びっくり枠としてはアルセーヌだね。順当はパンドラよ。うんうん。間違いなく。まあ闇属性2枠をそこで潰すかっていうのも考えづらいし。そう。どっちかだとは思うよ。両方とも闇ってのも引っかかるしね。そうそうそう。で、このどっちかって言われたらさすがにパンドラの方が優先順位になるね。っていう考えだね。うんうん、うん、っていうね。わかんないよ。アルセーヌ来たら、おぉ。やるよ。なるよ、うん。でも。それこそお前の言った流れになる。ネオちゃん。ネオ来んのかな意味わかんねえつって。なるけどね。いや、それも注目ですね、今年。今年どっちの流れ行くのか。あ、そう、確かに。読めるかもね、これからの流れからね。確かに。はい。はい。ってな感じでパンドラだな。あと注目なの、あれなんでしょうな。一世を風靡、トゥーホー。トゥーホーさん。トゥーホー背徳。背徳。ラインなんじゃない。まあ、バンドのお話もじゃあ多少しますかね。そう、バンドの話しましょう。バンドマン。バンドキャラたち。で、去年は？去年はエビテン。エビテン、ポンって出てるんだね。ポンって出てる。で、進化としては、あいつら、あいつか。幕末とか。ああ、そうだね。うん。エンジェリー・ディーバ。ディーバ。だから合計新人層が3体なのかな。うん、うん。だから、3体ぐらいは来るんじゃないかなと思ってる。そうね。今年も。ただ、進化枠としてはやっぱ2体が剣道なのかな。進化枠がなんか2体っぽいよね。新しいキャラとなんか進化枠みたい。はい。今までの傾向上ね。そうだね。これは。まあ、今年も多分新キャラ出すと思うしね。そう。バンドは。で、ちょうど2017年2体のバンドキャラ出てるわけですよ。同時期にね。はいはいはい。まあ、背徳とこの2、4オールよね。うん。はい。いや、実際。バンドのさ、進化状況の実態も喋っといたら。あ、そうだね。実は今全員フラットなんだよね。そう。改めて見てみるとね。そう。今全員重心化してます。そう。重心化が誰もいません。誰もいない。っていう状況ね、まず。これは、これは。で、初の重心化が誰なのみたいな話なのよ、今、バンドキャラたちは。ねえ、そうだね。エンジニーディーバーとかもだって重心化だもんね。そう、ね。重心化書いてはないもんね。そう。まあ、多分、おそらく、我々が調べた範囲だとそうだった。実はいるかもしれない。いや、そうだ、いや、そうだと思うよ。うん、だって知らないもん。そう、知らない。重心化のキャラ知らないから。いや、いたらさせんって感じ。なんか、俺の記憶では今のところになるわ。うん、うん。だから今、フラット。すごいフラット、進化状況が。そう。で、その中でも一番図鑑ナンバー的にも一番古いのは、背徳なのかな。背徳ですね。いや、背徳はかなり今年そうだよねっていう雰囲気はある。角度あるね。角度ある。しかも、ルシファーが去年、重心化会してる中。そうそうそう。ルシファーが出てます。おいおい、今年もルシファー出せますみたいな。今年もルシファー出せますよみたいなね。しそうだよね。うん、これハイエナジー探りになるね。いや、激アツ貫通長方形型エナジー探り出しちゃう。ハイエナジー探り来る終わるね終わるね。まあ、だけどあいつはキラーで強い感じだからそこで制御してくるね。そうだね。あ、そうすれば全然出せると思うわ。うんうんうん、ルシファーがいるからっていう理由でいいな、ハイエナジー探り作る。まあ、てな感じで、背徳トゥーフォーは熱いね。そうだね。トゥーフォーもやっぱ熱いのかな。いや、トゥーフォーはね、一世を風靡したら、ちょっとこの時代知らない人いるかもしれないけど、まあ、でもこいつはね、実装当初っつうか、重心化した時がやばかった。環境の波に乗ったキャラだよね。そう、ちょうどその戦型の書が、その、あんま配られてなくて、よくわかってなかった。っていう時に、トゥーフォーがポンって現れて、あれこいつ爆発持って自己完結して情報源できるじゃん。やってみようっつっていろんな人がやった結果、とんでもない強さを誇っていて、スクランブルレーザーエルがここまでやばいとはみたいな感じだったよ。
そうだね。やっぱ超攻撃の、なんていうの、超攻撃を感じたキャラの一人だよね。うん。一番感じたんじゃないかな。孫昌宏とトゥーフォーオールとローレライはかなり、その時、戦型の章行った人多いんじゃないかなっていう。懐かしいですね。これ時代だね。時代だね。それがちょうど、ね、それ2019年ぐらい。うん。2020年ぐらいかな。2020年ぐらい。あ、そうだ、X のとしたもんね。2020年だったね。そう、X を潰した張本人。あ、張本人だね。これは。そうだね。トゥーフォーはもう、時代の波にうまく乗れたキャラで時代を築いたっていうキャラだから、まあここで再びっていうのはあり得る。そうだね。だからかなり2017年のこの2体に関しては濃厚な気がするんだよね。となると、そう、さっきのバンドメンバー2体しかしないってんなら、やっぱ2021のキャラちょっと薄いって話になる。そう、2021年枠の、もののけ少女とか強さ的にはしてほしいけど。そうね。いや、逆、だけどさ、って気がするよ。属性のバランス見たらさ、光はやんでるんじゃないって気もするんだけど、俺は。そう。それもあるよね。うん。おにゃんこぽんしかいないんだよね。残、なんか下キャラ、今年多分。そうだね。そうなると。光って間違いない。おにゃんこしかいない。でもおにゃんこって相当やっぱパンチある感じだったから、もう一体光で来るかっつうのも考えづらい気もするんだよね。光のさ限定自体がやっぱ少ないからね。そう、あんまっていう感じかな。だって2016と2017はそうなったさところに光属性がいないのよ、もうできるやつが。そうなんだよね。まあでもそうなると消去法でものろけ少女っていう線になるかもね。結構ね、うん、光属性で見たら怪しくはあるよね。うん。まあ、あの、バンドメンバーのその重心化順で言うと、背徳が先なのかなという方より。そう、一番最初なんじゃない多分。重心化が。まあ、だから背徳はほぼ核として、古い順でね。はいはい。トゥーフォーがちょっと怪しいか、それで。トゥーフォーかもののけか。そうそう、その選択になってくる気がするよね。その、そこに上限があるならね、重心化する数の。うん、うん。まあ、3体やってくれても、我々は構わん。いや全然構わん。構わん。何ならやってくれっていう感じ。モノロケだって見てもらったら分かるけど足りてないんで。そうね。間違いなく。まあ、他のバンドとか週末の方の話もあるから。あー。うわー、そっか。ここはだから闇になるからやっぱ、あれだよね。トゥーフォーと多分一緒とはないよね。かぶる。いやねー、どっちかだろうね。どっちかなんじゃないかな。週末は、早い。早い。あ、早いと。早い。多分、ホーサーをぶっ壊しキャラ、もう最後の、もうラスト。ファイナルラストフォーサーぶっ壊しキャラになる。じゃあまあ、週末は来年とかなのかなってイメージか。ってな感じで、じゃあやっぱバンドの中だと。いや、バンドはもう、トゥーフォー背徳、まあ、もののけ手出すかみたいな。はいはい。うん、その中でもやっぱ、背徳が一番熱いと。琵琶湖的に。背徳熱いんじゃない？うんうん。だから友情コンボって注目なんじゃない？やっぱルシファーが上がってくれたから、そうだね。重心が返したらどうなるかみたいな注目かもね。まあ、とりあえず、まあ、2017年までかな。2018はちょっと今年ないかなっていう感じ。まあ、個人的なサプライズでマナーあたりがあってもおかしくないと思ってんだけどね。ああ。いや、まあそれはアニバーサリーっていうことですよね。もう今年の下旬みたいな話。あとやっぱあのパンドラの年ってまだやってるんで、パンドラが済んだらまだしてもおかしくはない。一応っていう話。どっちかは俺ね、新獣進化の方でメイン持ってると思うんですよ。ああ、まあ可能性あるね。うん、そっちもあるから。そうね。まあだから、まあ、おかしくないね。まだ来ても。おかしくはないね。うん。まだ来てもおかしくない。まあだけど、どっちかで言うと、まあ予想、サプライズ寄りだよね。サプライズ寄り、2018年は。うん。マナとかどうなっちゃうんだろう。いや、楽しみだね。マナはほんと楽しみだし、ね。うん。うん。はい。じゃあ、まああとは2021年のキャラとか、ちょっと注目キャラとか触れていきますか。そうだね。うん。まあ一旦2021年は、やっぱこの中からあと、何体かは来る気がする。まあ流れ的には来そうだね。うん、と流れ的に。不思議だけど。だってさ、上からやってってるよ、ぶっちゃけ。年度代表キャラ、アナスタシア。うん。で、もう、近畿三十でも大活躍だった、おにゃんこぽんがしてた。うん。もうした、直近。で、2021年ってめちゃくちゃ輝いたキャラ多いんですよね、こう見ても。やっぱ強いキャラ多いイメージある。めちゃくちゃ強い。やっぱね、やっぱ重心化実装っていうこともあって、うん、頭狂ってる。そうだね。うん。まあさっき言ったアルセーヌもそうだけど、まあ、この流れでいくと、エビス。エビスね。ほんと現役も現役だからな、エビスは。もうさ、もうエビスがもうするのかっていう、もう温度感よ。俺は。そうね。いやもうね、もう一昨日ぐらいやん、感覚的に。実装されたのが。もう感覚一昨日よ、こいつ。
俺の中でね。けど全然なんかしそうな範囲ではあんだよね、やっぱエビスは。ビビるもん。え、リソさんで3年も経ってんのって俺今衝撃言ってる。わかる、うん。やっぱスペック的にはその3年前のキャラっていう感じはしないからね。だってもう貯金で試練3年使ってた人もいるだろうし、だから全然コピーキャラとして現役だからさ。うん。非属性やっぱ最強だしね、コピーキャラとして。うん、でもこの流れ、アナスタシアやって、おにゃんこぽんやってっていう、この流れが来てるならば、エビスっていうのは結構見えてきちゃってるかなっていう感じはするけどね、うんうん、でもエビスもうとんでもなく強くなるだろうね。まあそうだね、とりあえずはするならば、うん、ステージどこ見るかって話だね。いや多分その時期によっては高難易度さらに実装されてる可能性あるからね。まあちょっと読めなくはあるんだけど、もあってとかなるとね、そう、まあ、アニバーサリーで発表されてもおかしくないしっていう感じだよね、うんうん、だから場所は作れそうな気もするよね、ソロコーまであとだと。もう空中庭園に収まらないでほしいね、エビスがするんだったら。あ、確かに。ぶっちゃけ、まあ、札使いでもいい超強いんで、うんうん、まあ、バサラもあるのかなって気もするけどな、俺は。バサラね、まあ、でもエビスがするんだったらちょっとどうなのかなって話だけど、するんかな、鳥獣枠として。まあ、そうだか、そうだね、予想としては、まあ、背徳はするっていう読みだね。そう、非属性は今、はい、まあ、2枠かな。まあ、エビスかバサラだろうね、非属性。そう、非属性で見ると、うん、その3体で背徳確定だとしたら、だからどっちなんだろうっていうのはあるよね。どっちなんだ、背徳確定だとしたら、うん、流れ的にはバサラした方がいいと思う。わかるわかる。うん、流れ的には。流れ的にはね。そう、ただ、エビスした方が盛り上がる。盛り上がる。そりゃ、ね、そりゃそうなんだよな。いや、俺の所感よ。エビスの方が盛り上がるし、間違いなく。うん。マジでエビスすんなーみたいな。また今回のアナスタシアみたいにクソやべえことになってると思うけど。そうね。うん。まあ、この非属性のやつ楽しみだな。どこ来るか。どこ来るか楽しみだね。それで大体読めるんじゃない？うん、そうだね。多分、2021年組からとりあえず行ってきて。多分、ムクロはさすがにないと思うのよ。ムクロはちょっとね、バンドだし。12月だったし。バンドだし。バンドだし。そう。バンド枠埋まってんの、ね、今のところ、俺らの読みではね。そう、まあ、バサラかエビスだろうね。そう。さっきちょっと番組4体って言ったけど5体ですね。あ、5体か。そう。あ、そうだね。ムクロもそうなんで。ムクロもそうなんで。ちょっと勝手に上下しちゃったけど、頭の中で。まあまあいいでしょ、いいでしょ。まあ俺的にはエビス来たら盛り上がるかな。いいね。うん。あとエビスはね、鳥を飾れるキャラだと思ってます。まあまあ、そんぐらいの、うん、そうそうそう。キャラ人気はあるだろうな。まあ、モンドリはないとしても、アニバーぐらいで。はいはいはい。アニバーサリーぐらいで鳥をもしかしたら飾ってもいいかもね、こいつは。うん。わかんない。みんなの意識の中で、やっぱ、新春キャラじゃないと盛り上がらないのか、どうなのかって話。いや、結構、あれだからね、新春キャラ来ない年もあるから、周年は。うん、あるね。その、モーセコマチの時はそうだった。そうそう。劇場で飾ってる時もある。だから全然アニバーサリーだったら、エビスとかっつうのあるんじゃない？ありそうだね。うん。アムリタも熱いよね。こいつ、人気投票はさ、この時2位だぞ。人気投票2位のキャラ、今でも、強いよ別に、ね、使うとこないだけ。そうだね、スペックは最高峰よ。アムリタ、アムリタも射程範囲なのか。そうだよね、エビスがそうなんだから当たり前か。ね、ちなみに今の読みだと、その属性源水で選んでないんで、2016-17年から属性元の出身がね。はいはいはい、まあ、出身はそう。属性的に見たらノストラギライだもんね。あ、ノアのいるか。ノアも鳥獣でいる。はいはいはい。そう、枠的にはまあこいつら来るから薄いかもしれないね、もしかしたら。まあ、確かに、まあ、3体目ならまあありかなって気がするけど。そうそう、3体目選択してくるならまだ、うん、まああり、うん、ありありあり、うん、まあ来そうな範囲内ではあるね。やっぱいや、これはね、そう、何かの間違いで来るやつ、うん、だね。いやー、なるほどね。アムリタ間違いなく強くなるだろうね。そうだね。元がいい、元が。アムリタもう来そうだな。いや、これは、まあ、でもちょっと薄いかもしれない、ね。まあそうです。今まで上げたキャラよりはちょっと薄いかもね。16、17がこういう感じなんで。うんうんうん。はい。まあ、でも超注目してるかなっていう感じ。はい。ということで、まあ、改めまして、チェックしていきました。重心化、回、しそうなやつ、うん。はい。今見た通り、時代がなんかおかしなことになってます。2021年から来ちゃったりとかね。そうだね。はい。流れが2個あるというか、そう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 。来るところが特殊な世界線があるから。そうね、うん、まあ順当にいけば、まあ、16、17年キャラがしてくるんじゃない。まあそうだね、順当っぽいよね。でサプライズ要素は2021年枠から来ると思って、うんうん、特に注目はエビス・アムリタあたりなんじゃない、サプライズ枠だったら。
ああ、そうね。うん。で、あとはさっきの話だと、やっぱ新春の流れがどうなるかもちょっと気になりますね、今年。もうさすがに、波を戻して、パンドラからな気がするけどね、アルセーヌしたらびっくりする。来年寝起きちゃうから。そこがどっちの道に進むのかも、ね、かなり気になるところではありますね。いや、まあ、もんどりまでわかります。わからなそうですね。そうだね。もしもんどりがあれば、そこであるんじゃないですかね。はい。まあ、てな感じで、これからの、ちょっと進化の流れも楽しみではあります。まあ、これにプラス新獣進化もあるんで。確かに。そう。そこまで含めると、この予想っていうのはまた変わってくるかもね。そうだね。これ、あくまで獣進化回しか見てないんで、うんうん、本気で予想するのは獣進化回まで、あ、新獣進化まで含めるね。そう。さっきの属性のバランスの話も新獣進化入ってくるとまた変わってくるんでね。うん。それはまたなんか、イベント前の予想動画とかあったりしましょう。はい。はい。てな感じで、今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。